新潟のアンテナショップネスパスの閉館を受け、首都圏での情報発信拠点について議論してきた検討会議は今後も必要と結論付けました。東京表参道にあるネスパスは建物の老朽化によって来年12月に閉館します。検討会議では施設設置の是非や在り方について議論してきて、今日知事に報告しました。結論から申しますと、この首都圏の情報発信拠点は絶対必要であろうというところが皆さんの強い思いです。報告書では新たな拠点は新潟の魅力を体験できることなどを求めていて、県はこれを受け新たな施設づくりを目指すとしています。